こんにちは、すずらん小道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は先日からプレゼント企画をやっていたんですけども、そちらの抽選をしていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。今日は1月16日なんですけども、今日の明け方プレゼント企画の応募を締め切りました。応募いただいた皆様本当にありがとうございました。たくさんのご応募が思ったよりあって、もうとにかくびっくりして、もう本当にありがとうございますって、もう感謝と、あともうびっくりして、ってなってたんですけども、はい、今日締め切りまして集計を取りました。で、最終的には380名の方にご応募いただきました。そしてその割合なんですけども、こちらにグラフを出してみます。このような感じになりました。人数的には17音カリンバが1名様に当たるんですけども、 39.5%、 150名様に応募いただきました。そして8音アクリルカリンバキット、こちらは私の主人に作ってもらったこのアクリルのボディを使ってね、ご自身でカリンバを組み立てていただくんですけども、そちらは2名様にプレゼントで、割合的には 35%、 133名の方にご応募いただきました。そしてすずらん小道が制作しておりますオーダーのキーケースなんですけども、こちらは1名様で、割合は 15.3%、 58名の方にご応募いただきました。そしてすずらん小道の音階シールが、こちらは1名様で、割合的には 5.5%、 21名の方にご応募いただきました。そして最後に速やかさんの10枚入りの音階シール、こちら2名様に当たるんですけども、こちらは 4.7%、 18名の方にご応募いただきました。17音カリンバのご応募が特に多くって、まあそうですよね。で、持ってない方がたくさんいらっしゃって、できたらその方に当たってほしいなっていう気持ちはあるんですけども、もうそこはもう不公平なく全員の中からくじ引きをしていきたいと思います。そしてアクリルカリンバのキットですね、こちらはもう完全非売品です。売ることはないです。もしかしたら次のプレゼント企画の時に主人が動いてくれたらあるかなちょっとね、ここはね、作ってくれるかどうかがねわからないんで、もし応募して外れちゃった方は、もうこちらの動画のコメント欄にも、次はぜひと、もううちの主人に向けて、作ってってもういっぱいもうお声いただいたら、ちょっと俺するきり、そう、俺作っちゃおうかななんて気分よく作ってくれるかもしれないので、ぜひぜひ、もし外れちゃって、でまた次の機会が欲しいって方はコメントをいただけたらなと思います。そしてすずらん小道のこちらのキーケースなんですけども、58名の方に、もう本当にありがとうございます。作品としては一応型紙を作ってできてはいたんですけど、販売までしてなかったんですよね。そのプレゼント企画のコメント欄でも直接 DM や LINE もいただきまして、こちら販売されませんかってお問い合わせをいただいたんですけども、こちら販売を始めようかと思います。で、価格は刻印込みで1500円で、刻印なんですけども、ここにありますカリンバのマークか猫のマークか、あとは私のオリジナルの刻印のウクレレのイラスト刻印ですね。この3種類だけで、文字はもうごめんなさい、プレゼント企画の時だけということで、ちょっと位置がね、思ったより入れるのが大変だったんで、こちらは文字は入れない予定で、イラスト刻印だけ入れていこうかなと思っています。まだミンネやクリーマの方の商品ページは作ってないんですけども、まだ作品がね全然作れる状態じゃなくてなんかパタパタとしてるうちに、今日も一日終わってしまったみたいな感じなので、ちょっといつ商品ページがね作れるのかな。ほんと私遅いんですよ、そういうところダメだなと思うんですけど、もうなんか毎日いっぱいいっぱいで見本が作れないっていう、ちょっと他にも見本を作ってくださいってお声いただいてるものもあって、それも
12月からもうやろうやろうと思いながら放置になってて、もう申し訳ないです。なのでまだ商品ページはできてないんですけども、もし欲しいって方がお問い合わせがあれば制作ができますので、もし販売ページが出来上がる前に今すぐ欲しいなって方がいらっしゃいましたら、インスタの DM か LINE で直接私にご連絡ください。ミンネやクリーマーのサイトを通しての販売がまだちょっと整っていないので、私との直接取引になってしまうんですけども、それでもよろしければお問い合わせいただければ対応したいと思います。はい、ちょっと話が長くなりましたので、くじ引きをしていきたいと思います。ご応募の際に合言葉も書いていただいたんですけども、まあ、こちらは動画を見ずに応募したいなんて方がいらっしゃったらね、他の方はちゃんと見てくださってるのに不公平が出るかなと思って、まあ、とても分かりやすい合言葉を用意したんですけども、3名の方は全然違うお答えを書いていらっしゃいましたので、そちらの方はもう除いてくじを作りました。大きい阿弥陀くじを作りたかったんですけど、ちょっとそれをやってると私の時間が全くなくなっちゃって、これはダメだと思って、もうあの瓶にこんな感じで入れて用意してみました。はいはいはい、こんな感じに作りました。17音カリンバ、8音のカリンバキット、スミアカさんのシール、スズランコミチのシール、そしてキーケースになります。では順番に開けてくじ引きをしていきたいと思います。どうしようかな、どうしようかなどっから行くかな。じゃあちょっと藤子のこの少ないやつから行きましょうか、せっかくなんでね。当たりますように、よいしょ。はい、ではではでは行きますよ。こちらはスミヤカさんの音階シール2名様に当たります。取ります。お、マイク当たっちゃった。はい、1枚。これ見ずに取るのって大変だな取れないな。はい、2枚、2枚取りました。で、番号が書いてあるんですけども、これは応募順に私が上から順番に番号を振っています。見えるかな。はい、2枚取りました。まず1枚目は石月さんという方です。石月さん、おめでとうございます。はい、2番目はスプリナさんです。スプリナさん、おめでとうございます。では次にスズランコミチのシールを1枚取っていきますね。もうしっかり混ぜて。これくじをね、全部切ったんですよ、カッターで。もうすごい、このくじ作るだけで2時間ぐらいかかっちゃって。ちょっと阿弥陀くじもね、私がもう体力残ってませんでした。ごめんなさい。はい、もう全部このくじ引き方式でいきます。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 はい、取りました。スズランコミチの音階シールはヌーさん、ヌーさんに当たりました。おめでとうございます。はい、どんどんいきますよ。では次に私のオーダーで制作するキーケースになります。あ、ちょっと風呂かな、ちょっとガチャガチャガチャ、抽選の音も自分の口で言うスタイルで後でなんかいい音楽あったらいいんですけどね。はい、振りました。いきます。ちょっと見てないので、あ、なんか落ちてきた。ちょっと待って、もう一回やる。なんか落ちてきたよ、ごめんなさいね。なんか落ちてきた。水に開けるのダメですね。はい、よし。では私の作るオーダーキーケースいきます。はい、取りました。私の作るオーダーキーケースが当たった方は、お、長いな。思われますがザ・フーのアルバムですという方です。おめでとうございます。ん？ん？思われますがザ・フー
のアルバムですっていいのかな。はい、では次に、ここはねちょっと多いのでね、8キーのカリンバキットですね。もうこの辺になるといつもコメントをくださる方がすごい応募してて、もういつもコメントをいただいてるから同じ名前で3枚4枚入れたくなっちゃうぐらいなんですけど、もうそんなことはせずに申し訳ないんですけど、皆さん公平に申し込みをいただいた方1枚ずつ入れました。はい、ではいきますよ。まず1枚目。はい、ではちょっと混ぜようかな。取ります。2枚目取りました。はい、ではまず1つ目が清美さんです。清美さん、おめでとうございます。では次に泉さんです。おめでとうございます。はい、では最後に一番人数の多かった17音のカリンバですね。こちらちゃんと一応私の方でチューニングをしては出すんですけども、もしかしたらね輸送中にずれてしまうかもしれないので、そういった場合にはご自身でチューニングを合わせてからお楽しみください。はい、ではいきます。すごいんですよね、もう振っても多分混ざってないかも。もう恨みっこなしでいきますよ。中から取っちゃいます。どうしようかな、どうしようかな。あ、いい感じに取れた。はい、この方にします。はい、では最後の17音カリンバの当選者は姫子ボーロさんになりました。おめでとうございます。はい、ということで 1,2,3,4,5,6,7 名様当選しましたので、この動画を上げてからの夜かな、私が編集が間に合ったら今日の夜か、間に合わなかったら申し訳ないんですけど明日の早朝にメールを差し上げます。で、メールのお返事でお送り先など個人情報をお聞きしますので、まずはメールが届くのをお待ちください。で、こちらのキーケースなんですけども完全オーダーで制作して発送となりますので、お色とかも決めていただきます。私のすずらん小道の音階シールの当選者のこちらのヌーさんは17音、21音、24音、34音の4種類がありますので、4種類の中から1つを選んでいただきます。はい、ということでたくさんのご応募があったんですけど当たらなかった方はごめんなさい。また次回、次はねもう2万人を目指して、で2万人を到達した時にまたプレゼント企画、多分同じ感じかな、まあ、ここがあるかわからないんですけど、まあその時はもう主人にいっぱい頼んで作ってもらいましょう。最近ちょっと登録者数の伸びがすごいんですよ。もう皆さん本当にありがとうございます。でもプレゼント企画があったからなのかな、どうなのかなっていうところがちょっとわからなくって、うん、まあでも今後もぜひ見ていていただけたら嬉しいです。まあ、こんな感じでおしゃべりしている動画もありますし、演奏動画も週1行けたらいいかななんて思ってます。そして8音カリンバもね、もうどんどん弾いていきたいと思いますし、ちょっと時々おかしなことしますけどね、カリンバの木抜いてみたりとかちょっとこんな作ってみたりとか、そんなこともやってますけど、もうちょっととりあえずやりたいことは落ち着いたのでもう多分そんなにもうスズランさんやりすぎですよってこう言われるようなことはないと思います昨日のこちらのチルエンジェルズでキーを抜いてしまったので、すごい心配してくださってる方からもうメッセージいただいたりコメントいただいたり、もう本当に申し訳ないですもうやりたくなったらやってしまうのででも大丈夫です、ちゃんと直ってますから、ちゃんと使えてるんで大丈夫ですはい、まあそんなこんなでちょっとおかしなことを時々やりがちなんですけども、ぜひ今後ともすずらん小道をよろしくお願いいたします。もう YouTube もなんですけど作家業も頑張っていますので、制作を毎日やっておりますので、ウクレレストラップだったりこちらのような革小物とか、まあ音階シールですね、で
17音のトレモロチェーンなんかも販売していますので、もしよろしければ概要欄から私のショップも一度見ていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではスズランコミツでした。当選された方また後でご連絡しますのでお待ちください。それでは終わりにします。